さて、それでは引き続きやっていきたいと思います。前回はまあ細々とした勢力を取り込んでいきながら、島津のあれですね、領土をいろいろ取っていった感じにはなるんですが、まあ最後の方ね、まあなんていうんですかね、まあ仇になってる勢力がまあ従属しないのはなんか前やったような気がするんですけど、普通に忘れてて、まあ、ワンチャン従属するかなと思って従属させようと思ってたんですけど、まあまあ従属させられなかったんで、まあ、ここからはね、あの島津を完全に滅ぼしてやろうかなと思います。でですね、まあ最後に総研のところに行ってから、まあとりあえず兵が戻ってくるところまで時間を進めてる感じになりますね。なのでまあ兵も戻ってるんで、そのまま島津攻め行きたいと思います。まあここの内城行ってね、速攻甲状腺を起こしたいんですが、起こせるんかな、まあ、ここ一応伊作城の軍なんで、まあこれで伊作城に、ああどうしよう、これちょっと内城にぶっ込んでみますか。1万なんで、5倍ぐらい、まあ10倍いなくてもいいと思うんですけど、5倍ぐらいやったら余裕で集めてこれそうなんで、ちょっと一回甲状腺するつもりで兵連れていきますか。まぁ、ちょっとなんかイレギュラーですけどね。はい。というわけで、まぁ、あ、内城付近というか、まぁ、近くまでやってきました。で、伊作城のね、軍を通っていってるんですけど、伊作城じゃなくてね、内城に集まってくれてて、まぁ、内城ちょっとね、いろいろ事情があって、まだ、あの準備できてないんですけど、8日ぐらいでね準備が整うんで、まあ多分行ってる間になんとかなるかなっていう感じではありますね。でまあその前にちょっと一戦しないといけないんで、なるべく兵力消費を抑えたいところではあるんですが、行きましょうか。8部隊対4部隊いけるかな。まあ9万ぐらい、まあ1万減らないぐらいでなんとか行きたいんですけどね。はい、なんとかギリギリ1万以内で収めることができましたね。ここは一応伊作城の軍なんで、まあ1つぐらいは軍取れると思うんですけど、おお2つ取れましたね。これはありがたい。まあ、ただ結局甲状腺を起こしたらここの伊作城の軍は取れる軍やったんで、まあ良かったのか良くなかったのかはちょっとね微妙なところではありますが、伊作城行きましょうか。これ多分お取り付いてで、あーちょっと待って、おっと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 、方位はちょっと一旦待ってもらって、4日なんで多分この間に行ける。はい、準備完了ですね。あれ？いけてる？はい、いけましたね。あとはこの部隊を控えさせてたらいけるかな？今で入ってる？入ってないですね。一応、後ろまで来てもらって、これでいけそうですね。それではこれで甲状腺やっていきましょう。8万、まあ9万近くと1万ぐらいかな。まあ勝ってるとは思いますが、やっていきましょう。我が策あればこその勝利ですな。はい、勝ってました。被害もそれなりにでかかったですけどね、3万近くか、持ってかれましたね。で、威風中なんで、多分隣の伊作城と梶木城が取れるはず。はい、うまくいけばこのまま連続でいけるんですが、はい、交易港の目標を達成しましたと。はい、内城もゲットです。敵将は逃がせません。さてここで、山田さん、有馬さんか、良い人やったらいいんですが、足軽ねえ。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず、いっか。島津もそのうち、いなくなるんで、リリースしていけるでしょう。はい、このまま、じゃあ、高岡城行きましょうか。ちょっと遠回りですが、でかい道通って、いや、でかい道通って行くんやったらこうか。ちょっと部隊分けていきましょうか。いや、でもこれ、ちょっと待って。鳥取城じゃなくて帯城が本拠になってるんで、帯城行きましょうか。これ帯城あれかな、防衛拠点になるんかな。ちょっと
よくわからない。ちょっと帯城に向けて兵を動かせましょうか。で、帯城防衛拠点になってるんやったらそのまま突っ込んでっていう感じですね。でも、殿氷城からちょっと一部隊軽く出陣させて、まあ、ちょっとね、どういう状態だけ排除させて、様子見てどっち行くか考えましょうか。それでは、帯城防衛拠点設定されてたんで、このまま突っ込んでいきたいと思います。まあ、ちょっと近くから兵を出したりもしてるんですが、まあまあ、いけるでしょう。まあ、どうしよう。豊臣との同盟なんですけど、あと2ヶ月で、そろそろね、まあ、あともう一回ぐらい、なんていうんですかね、継続しないといけないかなと思ってやってたんですけど、これワンチャンいらない可能性あるけども、56までいってるからもう1ヶ月ぐらいやっときますか。ちょっと兵糧の回復とかね、時間かかるかなと思って、おっと、これちょっとあれやな。プラプラさせるつもりで、行った部隊がちょっと、まあ、とりあえず交渉はいいとして、遅れてますが、多分これ全員参加できないな。ちょっと兵力少ない部隊は変えてもらいますか。加藤清正だけ後来てもらって、でいいか。多分そうじゃないと、5部隊、6部隊までしか入れないですね。はい。じゃあこれで行きましょうか。それでは合戦やっていきましょう。これは余裕でしょうね。ああ、降伏ね。まあ、一応、全面降伏なら別に受け入れてもいいんですが、ああ、ありますね。ああ、じゃあこれで全面降伏させましょうか。これ、あれですね。全面降伏させると、まあ、従属させるよりも、まあ、吸収早いし、なんやったら、こう、普通やったら来てくれないね。島津とかが来てくれるのであれば、全然これはありがたい話ではありますね。というわけで、全面降伏を受け入れていきましょう。喜びにござる。はい、これで合戦することなく九州を統一することができましたと。で、まあ一応地方統一エンディングですね。で、このまま天下に行くので行きましょう。さて、まあ機内にぶっ込んでいかないといけないわけですが、はい、まあとりあえず武将補助ですね。30人ばかりあれですね、入りましたと。あとはまあ武将返すだけで良さそうですね。まあ、ここら辺の高山城とかなんですが、まあちょっとここの帯城に義弘がいるのは微妙ですね。帯城あんまり強くない城なんで、まあできたら、あれですね、義弘には結構強い城に行ってほしかったんですが、まあまあもともと登用できないと思ってた人材なんで、まあまあ、よしとしましょう。まあ、とりあえず、あれですね、豊臣との停戦が切れるまでは待ちましょうか。あと、同盟1ヶ月で、停戦が確か3ヶ月ぐらいかな。あるんですけど、まあ、多分その間に帰ってこれるとは思うんですよね。まあ、それか同盟をもう一回延長して、ちょっと盤石の状態にするかっていうところなんですけど、1年まではいらんかな。内政とかも正味、もうほとんど終わってるんで、あとは、なんとかなりそうな感じもあるんで、まあ、一回帰ってちょっと停戦終わるまで待ちましょうか。さて、それではね、停戦もあと8日のところまで来たんで、まあ、このままね、停戦終わらしてから、まあ、攻め入ろうかなと思います。まあ、ちょっと信用はね、もったいないんですが、まあまあ、それより時間の方がね、大事やろうということで、まあ、とりあえずちょっとね、時間を進めていきましょう。はい、これで、豊臣との停戦は切れましたと。まあ、これからね、豊臣と合戦するんですけど、今ね、豊臣なんですけど、まあ、徳川とね、かなり大規模な合戦をしてまして、まあ、どっちかというと豊臣が攻め込んで、まあ、徳川が守ってるみたいな感じにはなるんですが、まあ、そのうち攻めてくる可能性もワンチャンなきにしもっていうところなんで、まあ、一応ね、九州の臼杵城と阿方城ですね、ここを防衛拠点に設定してまして、まあ、九州はここで守るみたいな感じになってますね。まあ、補給というか、まあ、拠点とか入れて、1万5000と1万2000ぐらいなんで、まあまあ、結構長い間耐えれそうな感じではありますね。まあ、それでですね、まあ、ここからどういうふうに攻め入るかというとですね、まあ、中国地方ですね、まあ、ここら辺に一旦ちょっとぶっ込んで、ここら辺の城を取ってから、まあ、一応予定としてはね、佐藤金山城に一旦行って、多分吉田郡山とかここら辺まで城が取れるんで、
日比山とかも取れるかな。まあここの新高山とかまで取れたら最高なんですけど、まあちょっとどこまで取れるかは何とも言い難いんですけど、取って、まあその後山吹城を取って、こっちの日本海側ですね、の城を一回取ってから、それから四国を取っていこうかなと思います。まあ最初に四国を取らない理由なんですけど、なんて言うんですかね、まあ、城の兵力差ですね。まあまあ、それなりに強い城ではあるんですけど、やっぱりね、ここら辺じゃ、この吉田郡山城ですね。毛利の元本拠ですね。まあ、ここがやっぱり一番強いんで、ここを早めにちょっと抑えておくことによって、まあ、中国地方でも有利に、持っていけるやろうっていう、まあそういう目論みですね。まあ、というわけで、兵を出していくわけなんですが、人吉城とかからも、いけるかな60日がちょっとさすがにきついな。まあ、熊本城ぐらいからにしておきますか。まあ、130日ぐらいならまあなんとかいけるでしょう。それでは行きましょう。それでは佐藤金山城にもうそろそろ到着しそうですね。まあ、結構兵来てるんで、まあ、合戦は問題なくあれですね、起こせそうな感じになってます。で、まあ、豊臣なんですけどね、まあ、防衛に多分兵を割いてるせいか、まあ、うちに攻めてくる、気配はないですね。なんで、臼杵城とかも、まあ、一応防衛拠点にしてますけど、まあ、特に今のところ役に立ってない感じはありますね。まあ、あとは、他の部隊がうまいこと到着できるかっていうところですね。ちょっと後ろの部隊が間に合ってない感じがありますが、大丈夫かな。ここら辺ね、だいぶ、道というか間隔が狭いんで、おっと、ここで大名が動きになってしまったか。いやー、どうしよう。まあ、まあいいか。まあとりあえずやるしかないんで、まあどうしよう。合戦するか。まあちょっと後ろの部隊2部隊入ってないんですよね。なのでちょっとだけ、もうちょっとだけ時間を進めていきましょう。はい。これで、名所の復興もできたと。またちょっと一部の部隊が、あれですね、移動できてない。あ、ちょっと詰まってるんかな。ギリ、あと、これでいける。これで全員入ったか。はい、これで12部隊対16部隊。ただ、兵力差が倍近くあるんで、これは余裕で勝てそうな感じありますね。威風強ですね。やっていきましょう。はい、まあさすがの兵力差なんでね、普通に勝てました。どうか、何に不況初めてか。本当結構取れましたね。4の城と27の軍が当家に寝返りましたと。はいはい、いい感じですね。で、まあ、吉田郡山とりあえず取れたという感じですかね。まあ、あとはちょっと、ただ1部隊か、まあ、何部隊か、ちょっと、ここら辺ね、残ってる部隊を蹴散らして、一旦帰って、次はできたら山吹城行きたいけど、ここら辺、どういう状態になってるんですよね。どういう状態になってるということは、せめても兵が来てくれない可能性が全然ある。ただ今、今回佐藤金山城に行った段階で、後ろに、まあ、消えた部隊とかもいますけど、ここら辺の部隊を除いても、結構いますね。8部隊ぐらいいそうやから、もう一回普通に突撃してもいけそうな感じはありますね。まあ、とりあえず様子見てどうするか考えましょうか。さて、それでは兵を戻ってきたんで、再度出陣しようかなと思うんですけど、まぁ、ちょっとね、どうするか考えたんですけど、まぁ、動揺状態ね、まぁ、結構なってる城あるんですけど、まあ、多分ね、威風の、風の影響で、撤退した部隊とかもいて、まぁ、その部隊は結構早く出てきそうなんですよね。あと18日とかなんで、まあ、結構簡単にね、出陣してこれそうなんで、まあ、予定通りね、ここの山吹城を攻めて、その後、四国を取って、まあ、湯月城とか、まあ、ここら辺の3つの城ですね、を取ってから、また、前進しようか、まあ、先にこっち取るかどうかっていうところではありますね。で、まあ、出陣するんですが、まあ、ちょっとね、まあ一応念のためと言いますか、まあちょっと攻められる可能性が若干あるんで、日比山城と、鏡山城ですかね。ここを一旦ちょっと防衛拠点にしています。
まあどっ、まあ、できたらね、まあ、この矢吹城でイフを起こして、ここのガッサントダ城まで取りたいんですよね。で、ガッサントダ城で、なんとか、防衛拠点の設定ができれば、まあまあ、だいぶ守りやすいかなとは思ってるんですけどね。まあまあ、どこまで取れるかは何とも言えないですけど、まあ、というわけで出陣するんですけど、まあ、前の戦でちょっとあったんですけど、大名がね、病気になっちゃいまして、まあ、それでもまあまあ、弱い武将ぐらいでとどまってはいるんですけど、まあ、あとはちょっと武将のフォローとかもあってね、まあ、なんとかそれなりに使える武将程度の能力には今なってるんですけど、あと1年ぐらいでね、なくなっちゃうんで、さすがにちょっとそれまでに天下統一はきついかなっていう感じですね。まあ、もしも官兵衛がなくなったら、あれですね、息子の長政さんですね、に、なんですかね、引き継ぎして、まあ、天下統一まではね、行こうかなと思います。それでは出陣していきましょうか。とはいえね、だいぶ遠くなってきたんで、ちょっとね、出せる兵がだいぶ限られてはくるんですが、いけるかな。160日ちょっと微妙やけど、まあギリかな。次ぐらい、一応四国平定したらここら辺の軍、城からはちょっと兵出せなさそうですね。それでは行きましょう。というわけで山吹城付近までやってきたんですが、ちょっとねここ道が狭いんで、うまいこと合戦が起こせるかがかなり怪しい感じではあるんですよね。この2部隊が制圧してしまったか。制圧してほしくなかったんですが、まあもう仕方がねえか。これで合戦やっていきましょう。これで全員入れてるはず。16部隊対12部隊。いや、全員入れてますよね。入ってますね。入ってますね。珍しく兵力が均衡してますね。ちょっと頑張っていきましょう。我が策あればこその勝利ですな。はい、終わりましたね。まあただの消耗戦やった感じは否めないですね。首を取らぬのか。我らが太刀を大いに掲げ。はい、合算戸田城まで行けた感じがありますね。計画通りですね。いい感じです。なんたることか。はい、それじゃあまあここの舞台変えると思いますけど、一応防衛に向かわせて、その後四国行きましょうか。で、四国行ったらさすがにちょっと大名寿命を迎えそうな、そんな気配がありますね。まあできるだけ頑張ってほしいところではありますけどね。はい、というわけでまあ兵が戻ってきたんで四国行きたいところなんですけどね、まあ、結構前から兵は戻ってきつつあったんですけど、そろそろちょっと官兵衛の寿命があって、今出陣するとちょっと合戦するまでに、まあ、行軍してる間にね、亡くなってしまう可能性があったんで、ちょっとこの時期まで待ってたっていう感じがありますね。ここから生き残ればまあ言っちゃいいんですが、多分死んじゃうんですよね。はい。で、官兵衛も亡くなっちゃいましたね。まあ仕方ないですね。まあ官兵衛でできたら最後まで行きたかったんですが、まあこうなったら長政に引き継いで、やっていきましょうか。まあ、これで一応あれですね、内野方に、黒田長政がね配置されてるような感じになってます。まあさすがに長政の間に天下統一はできそうな気はしますが、まあそれとは別にね、今実は、豊臣さんにちょっと攻められてますね。鏡山城と日比山城、あと合算戸田城ですかね、いい攻めいってる感じになってます。まあとはいえそんなめちゃくちゃ兵力多くないんですよね。ここの合算戸田城もどれぐらいや、まあ3万4万ぐらいで、まあ2、3倍ぐらいやったら普通に跳ね返せそうな感じなんで、まあ日比山がちょっと怪しい感じはあるんですけど、ここの日比山も山城なんで、まあ比較的守りやすいんですよね。まあちょっとここの鏡山が確か平城やったと思うんで、ここがちょっと微妙なんですけど、まあとはいえここの鏡山来てる部隊が少ないので、そもそも。まあ大丈夫かなっていう感じですね。で、まあちょっと内で掘ってる感じになってますね。まあ多分合戦を起きても守れるかなと思ってます。
で、まあ、ちょうど、うん、あれですね、大名が変わったんで、まあ、早速遠征行こうかなと思うんですけど、四国ね、まあ、行こうと思ってたんですけど、まあ、四国行くんやったらね、ここの黒瀬城行こうかなと思ってたんですけど、ここの黒瀬城ってね、ここの直近のここの入るところがね、海路になってまして、海路では合戦が起こせないんですよね。なので、ちょっと、黒瀬城へ向けて進軍して、合戦を起こすのがね、難しいかなと思って、ってるんですよね。まあ、とはいえちょっと中村城行くのは遠すぎるかなと思ってるんですよね。まあ、ここの柳川城とかから兵を出したとしても120日で、こっちの新井高山とか行くのも、あ、でもこっち170日か。それと比べるとこっちの方がはるかに近い感じはあるな。じゃあ中村城行くか。まあ、こっちの方もともとちょっと防衛戦してるんで、まあ、ついでにこっちの方に兵を送ってやろうかなと思ったんですけど、まあ、中村城がそんなに、行くのが大変じゃなさそうなのであれば中村城行きますか。ただちょっとね、ここの入ってきた直前のところが細い道なんで、まあ、うまいことか行くか問題っていうのはあるんですけど、まあ、あとここで威風を起こした場合ですね。の、イフの取れ方なんですけど、多分、まあ、イフ今日が仮に起こったとしたら、ゆずき城、クロッセ城、中村城と、多分、お工場取れると思うんですよね。お工場取れると、非常にちょっと守りにくい形になるんですよね。まあ、とはいえ、お工場は強い城なんで、まあ、手に入れとくに越したことはないんですけどね。まあ、そこがちょっと悩みどころではあるんですが、まあ、行軍のスピードとか考えると、やっぱり、あれですね、中村城行くしかないか。まあ、内城とか、内城今あんまり臨戦態勢じゃなかったような気がするんで、人吉城もは臨戦態勢ではないんですが、手出していきますか。いけそう、130日。まあ、兵糧あるからいけるか。出陣する。はい。というわけで、まあ、中村城付近までやってきました。まあ、こっちの方の防衛戦なんですけど、まあ、普通にちょっと冷え火山城で攻城戦起きたんですけど、あまりにもちょっとしょっぱい感じやったんで、多分カットしてると思いますね。なんかもう普通に、いや、勝てるつもりで来たんかな、みたいな、そのレベルやったんで。で、これはいけるか。多分間に合うと思うんですが、はい、上陸してしまえば合戦が起きるので、こっちのもんって感じかな。さて、こっちの方でやってた先導も決まったみたいですが、まあまあ、掘っててもいいかな。別に、取ってわざわざ荒らす必要もないんで、このまま行きましょうか。問題は合戦が多分起こせると思うんですが、いけますね。しかもアイテムちゃんと入ってますね。10部隊対13部隊。まあ、ただ兵力差 1.5 倍ぐらいあるんでね、さすがに勝てるでしょう。それではやっていきますか。はい、なかなかちょっと消耗戦でしたが、まあまあ普通に、あれですね。はい、兵力差で、兵力、減少兵力で言ってもまあまあいい感じですね。何を考えておる。音に聞け、我らの勝利を。はい、予定通りやっぱりお工場まで取れちゃいましたね。ありえぬことよ。はい、4の城と26の軍が当家に寝返りましたと。まあ、ちょっと、工場。まあ、行っちゃいいんかな。まあ、ここ一応防衛拠点にして守るっていうのも、まあ、なしではないけど、こっちの中村城の方がやっぱり守りやすいですね。まあ、一応、ちょっと工場を守るつもりで動きましょうか。まあ、どっちも平城っちゃ平城なんで、特別どっちがめちゃくちゃ守りやすいとかっていうのもなさそうですね。まず、ゆずき城はゆずき城で守ってっていう感じが良さそうかな。で、来てる部隊も、あ、一応一部隊、あ、数部隊いますね。まあ、多分変えると思いますけど、いつらように一応。最後防衛だけして次どこ行くかっていうところですね。そのまま四国行くのか、まあ、それともこっちの本州の新高山とか、友城かな、ここら辺取るのか。まあ、友城あたりでね、線引けたら一番嬉しいんですけどね、多分行ったらここら辺まで行っちゃいそうやし、まあ、それはそれでいっか、まあ、悩ましいところではありますね。
おっと、豊臣さん16万からの6万合わせて22万か。今回はちょっとだいぶ本気出してきましたね。いやー、ちょっと困ったな。一応結構分散はしてるか。ここのお工場と、ゆずき城に来てる部隊。あとは、あれですね、ひえびやま城とかの方行ってるんかな。で、ガッサントダ、あれ?ガッサントダにも来てますね。ガッサントダ、鏡山。多分ひえびやまにも来てる部隊はいると思うんですけど、パッと見た感じ、ああ、いますね。守れるか、ちょっと微妙。多分大丈夫やと思うんですけどね。またちょっと細かいところは見ていかないといけないんですけど、まあ大体は甲状腺でなんとかできそうな、こんな感じがありますね。うん。ちょっと鏡山がきついかな。鏡山きついんで、まあ、停戦交渉するっていうのも、まあ最終なくはないっていう感じかな。で、ちょっとまだ本拠に兵が帰ってきてなくて、であと56日なんで、まあ2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいかかるんで、まああまりにも間に合わなさそうやったら、ちょっと停戦も視野に入れて、お工場とか、まあ、ここのゆずき城取ったばっかりなんで、兵が回復しきってないのがちょっと気になるところではあるんですが、来るまでにも多分時間はかかると思うんで、この部隊がどれぐらいで来るかですよね。到着が122日なんで、まあ半年はかからんか。4ヶ月ぐらいかかるんで、まあさすがにそれまでには回復してるんと、そうなったらこっちからカウンターで、まあ仕掛けても良さそうですね。そうなるとちょっと上の方の、まあ四国のここの2つの城は兵力が回復すれば、まあ多分守れる城やと思うんで、いやでも山城の方が守りやすいか、まあちょっと微妙なところでありますね。まあちょっと本拠兵帰ってできた時の状況を見ながらどこに出陣するか考えましょうか。いや、ちょっとなかなか豊臣も本気出してきましたね。はい、というわけで兵も戻ってきたんで出陣タイムですね。まあまだちょっと守れそうかなんどうかはちょっと何とも言い難い状況ではあるんですが、まあなんとか頑張って守るしかないかなみたいな感じではありますね。まあまあなんとかなりそうな気はしてるんですけどね。まあただ本当になんとかなるかはちょっと合戦してみないとわからないかなっていう感じですね。もうちょっと兵を抑えてきてくれたらなんとかなるんですけど、っていう感じですね。で、やっぱりちょっとね、ここの鏡山城がちょっときつそうですね。まあ、ゆずき城とかもちょっとまあここら辺平城なんできついんですけど、まあ兵力がね、もうだいぶ回復してきてて、まあまあ守れる感じはだいぶ出てるんで、まあ、ちょっとこっちは行ける前提でちょっと行こうかなと思います。なんでちょっとね、まあ一応防衛戦の援軍がてら、まあ攻撃しに行くということで、まあ2位高山城にでもね、行こうかなと思います。というわけで兵を出していきましょう。そろそろね、九州から出すのがだいぶきついけど、まあまあいいでしょう。まあこれで一応、ひえび山の方も行けるし、まあ鏡山の方も防衛できるということでね、行きましょう。城を取りに行く。それでは2位高山城にそろそろ着きそうなんですが、ちょっと各自の防衛戦が大丈夫かなっていう感じになってます。まあ、合算戸田城はなんとかなりそうな感じではあるんですけど、一応全方位されつつあるんですけど、まあもうちょっとの間は耐えれそうですね。で、鏡山城はちょっと兵力的にはやばそうなんですけど、こっちの合戦が始まる前にはなんとかなりそうですね。日比山もちょっとまあちょいきついですが、まあまあ、包囲してる部隊数がそんなに多くないんで、なんとかなりそうなんですけど、まあ問題はこのね、ゆずき城が超絶やばい状態になってるんですよね。兵力的にもだいぶ怪しいし、なおかつ、ちょっと一回破壊決められた関係もあってね、ちょっと耐久が削られてるんですよね。まあ、お工場はなんとかなりそうな感じはあるんで、取っても大丈夫やとは思うんですが、早く移動してくれ。あ、ここあれか、道が狭いから全員行けんのか。これはやばいよ。さらにここでお工場じゃない、ゆずき城に、工場線、破壊が入っていく。なんとか加藤清正に耐えてもらって、その間になんとか合戦を仕掛けたいところではある。
多分、どこまで入ってる？ああ、入ってないな。ちょっと待つ必要はある。工場は大丈夫。ただこれ、ああ、ここまで来たら部隊入ってますね。で、なんとか立花宗茂まで入れたい。今の状態で工場戦するとなると、8部隊対15部隊、ちょっと。これでなんとか、これで勘弁してくれ。はい、9部隊対16部隊。これはなかなか激戦の予感ですね。それではやっていきましょう。大志くん、よう戦ったぞ。はい、激戦の予感はしたんですけど、全然激戦ではなかったですね。普通になんか本拠とかね、潰すことができて、まあ余裕で勝つことができましたっていうね、感じでした。さて、これでどこまで取れるかっていうところですね。はい、これはどこまで行ってるんや。おっと、備中高松か。ありえるぞ。はい、4の城と31の軍が統計に寝返りましたと。あと攻めてきた部隊も撤退させることができましたね。じゃあ、あとは軽く防衛戦して終わりな感じはありますね。合算とだ、これ合戦起こるんか。というか、ああ、ゆずき城には相変わらず兵がいるぞ。これ大丈夫なんかな？交代。まあ確かにちょっとこれは交代させんとダメな感がある。とりあえず、あれ？時間させますか。いやー、ゆずき城、これどうしたもんかなーっていう感じではありますが。まあちょっと一旦ここら辺で切りますか。だいぶ取れる。領土取れたんで、ただここからですよね。ゆずき城守りに行けるんかな。ちょっとここら辺はまた後で考えたいと思います。それではここら辺で一旦終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。